皆さんこんにちは、改造車ジャーナリストとチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは内山店長です。はい、よろしくお願いします。内山です。今回紹介する車がこちら、はい、こちらですなんですけれども、はい、今回もオーナー様に触れていいですか？はい、大丈夫です。知ってますよく知ってますね、はいはい、大変よくしていただいてるお客様で、はい、僕もお会いすると、はい、ツッチもう完全に地元の先輩にで絡んでいただけるという本当そんなノリ、はい、そういうノリ好きです、はいはい、ということでいろいろこう、はい、本当に親近感ありありで、そうですね、お付き合いさせていただいてるお客様なんですけども、はい、なんかいろいろ過去、もう過去もう知り合ってから何台ですかね。あんな車やこんな車、あんな車やこんな車、もしかしたらブログに出てたあの車も、いやいや、もうブログには散々出てますねということで、はい、まあ、いろいろカスタマイズ、はい、もう歴代乗られてきたお客様が現在所有されている車がこちらのミニ GP3 ということで、これ GP3 を多分そんなに詳しくないよっていう方もいらっしゃると思うんで、元専門店メカニックとして紹介させていただくと、言ったらこうそのシリーズの集大成のモデルなんですよね。で今回に至ってはちょっとモデル周期が長いんで、まあ途中で出ちゃいましたけど、もう言ったらなんかファイナルエディション的な、もうなんか特殊装備満載のこちらのタイプだと世界限定3000台、日本限定240台割り当ての車なんですよ、はい、だからめちゃくちゃ貴重な車ですね、限定車、はい、にもかかわらずいいですか、はい、限定をとどめておりませんやってやりましたね、はい、なんか限定車って、はい、いじっちゃいけない雰囲気あるっす、あるっす、めちゃくちゃあるっすね。なんかこう、うん、なんてことしてくれてんのっていう、ね、もう今からもいきなり触れてきますけど、なんか赤いのがすごい多いですよね、赤い部品が、はい、ちゃんとメーカーが赤くしてきてるものを、まあ、今回は赤全部なくしました。だ前回りに関してはパーツ、そうですね、このダクトとこのダクトのこっちの中側が赤くなってました。いいですか、はい、それが GP たるところなんですそれを今回これだからインサート入れておかないと何のこっちゃなんですけど、はい、わかんないですよね。もうとにかくもう全部みんなこうメーカーが赤いのがいいでしょっていう、そう赤くしたところを全部ペイントで黒くしてやりましたでもなんかそのいじっちゃダメというか、はい、なんかこう限定車の特別感わかるんですけど、うん、なんかミニの場合だとなんかそれが許されるというか、うん、そうですね、なんかまあ台数も多いですし、はい、やっぱりこうオンリーワン求めてミニカスタマイズされる方多いんで、うん、なんかミニに関してはなんかベースカーとして、はい、もうその貴重な限定車をベースとしていじるっていうのが、はい、割とこうケースとして多いし、ね、なんかそれが認められてるというか、はい、みんながいいよねって言ってもらってる雰囲気があるかな、うん、本当はこれ赤く塗ったら批判も起きるんじゃねえかなって一部の方には、はい、それは GP を冒涜してんじゃねえかって。確かに確かに確かに。でもやっちゃいました、はい、全部黒くなってるということで、はい、真っ黒です。で本当はこう目立たせたい GP のこのエンブレム、はい、そうなんですよ。これすごくありがたいことにエンブレム自体は黒なんですよ。で中のロゴの本当内側のここだけ赤いステッカーだったんですよ、はい、剥がしました、はい、え、これ塗ってはない？塗ってないです。あ、塗ってないんだ、はい、中のシール剥がしただけです。剥がすだけで強くなるんだ、はい、優しいと思って。でもこれ取りたかったでしょ絶対取りたかったでしょ、まあ、これはね取りこれはでもまあ赤いの剥がせばいいかなと思って。でもこれ取ろうと思っても取れない、ね、取れないです。もうグリルがその形になっちゃってるんで、このベースがこの GP の形になっちゃってるん で、はい、るんでこれができないんですけど、はい、なんとステッカー剥がすだけで目立たなくなる。そうです。まあ、普通は限定車なんで目立たせさないんですけど、はい、優しい、はい、であとはエンブレムなんかもこれ最初から黒かった。これは最初から黒かったです。この辺なんかも、はい、だから非常にまとまりがあるというか。そうですね。ただ GP 感が全くないです。はい、はい、そしてもう一個いいですか。はい、どうぞ。色が様子がおかしいですいやもう今回だからまあ後々ねホイールの話とかに触れていくと思うんですけど、まあ、僕がやりたかったのはこのボディカラーにして白ホイールを入れたかったんです。あ、はい、それがまずあったんですよね。ただ今回のお客様も、まあ、長く乗りたいと、だからちょっとずつやっていくっていう話だったんですよ。でなんかまあ話してるといじりたくなっちゃうんですよね。でなんかもう話の中でじゃあホイールも白なんか絶対ないじゃん、国内にあるわけないじゃん、あったら買うよって確認したらワンセットありますあんのなんでだよで結局いじるということで、はい、そうです。でボディカラーがまあそれをイメージしてというか、はい、まあ、トータル考えてこの色になってるんですけど、これがなんとラッピングなんですよ、ね、ラッピングです。実はちょっと前に SNS に先に上げさせてもらったんですけど、はい、マジですかっていうコメントもいただいたぐらい、はい、めちゃくちゃツヤがあるこのブルー、ね、はい、
これがなんとアメリカのラッピングフィルムメーカー、はい、イノゼテックの新色になるんですよ。新色じゃないですかね。でなんかこれが、はい、あの色の名前を調べたら、はい、なんかインフルエンサーというか、なんかね、そうですね、有名 YouTuber となんかコラボしたカラーということで、はい、なんかそれ見させてもらったんですけど、アレックス・チョイさん、フォロワーなんか111万人ぐらいいるインスタの、ね、でもう車、スーパーカーでむちゃくちゃやってる人なんですよね、うん、なんか裏からのなんか骨組みだけ、ね、みたいな車乗ってたりとか、ね、で今回のセマで出したこの色 の、はい、あの STO も同じフィルムが施工されたということで、はい、その色にこうフルラップされてる。わかんないね、うん、わかんないですよね。だからこれがラッピングって気づく人の方が多分少ないと思います。でもちろん街でこうすれ違っても多分わかんないし、はい、もう近くで見てもほぼわかんない、うん、わかんないと思います。なんかこうフィルム独特なこうなんていうの、なんかぼやぼやした感じがないのね、はい、やっぱりイノゼテックはすごくもう光の反射もクリアなんで一番ツヤ感があるフィルムだと思います。そして色がこれソリッドになるんですね。ソリッドです。だからなんかこうなんてぬるっとした感じというか、はい、これソリッドがやっぱりいいですよね、はい、めっちゃかっこいい。かっこいい。でミニ、これウッチももしかしたら気づいたかもしれないけど、はい、純正色って個人的な意見で、はい、パッとした色がないの。ないないんですよ。多分メーカーのそのキャラクター的なものだと思うけど、うんうね、割とこう渋めな色しか、はい、ポップな色ってあんまりないんですよね。だからそこにこうハマった時のこの色がめちゃくちゃかっこいいなと思って、はい、なんかブルーなんですけど決して鮮やかではないというか、でお客さんにもこのくすんだブルーがいいんですよって言ったら、くすんだって言うなよって言われましたけどくすんだは余計だよでもなんかすごいポップに見えるの。そう可愛らしいというか、はい、でここでもう全然イメージが違う、うん、違いますね。でちなみに言っておきますけど、はい、あの限定車なんでボディカラーも特別カラーそうレーシンググレーメタリックっていう、はい、もうその車用に開発された色、そうなんですね。もうあの一色しかないじゃないですか GP って。だもうそれがもうまず嫌なんですよね。だからもういじったところでもうボディカラーどの GP も一緒になっちゃうんで、もうそれはまず外したかったです、はい、じゃあもう GP ベースじゃなくていいじゃねえかよってなりそうですけど、でも GP でやるから意味があるんですよ。それは思います、はい、もちろんエンジンもそうだし、はい、まあ、あとは LSE が入ったりとか、はい、あと各部パーツも全然違うんですよね。そうですね。バンパーも違うしヘッドライトもインナーブラックになってるし、はい、ということで、まあ、スペシャルな車をベースに、はい、とんでもカラーにラッピングされてなってます。でしかもこのラッピングされてるのが、はい、これボディだけじゃないんですよ、はい、なんとルーフもです。これが色が変わってるということで、はい、通常シルバーですよね。シルバーなんかちょっと薄いガンメタっぽい感じですよね。はい、が真っ黒黒になってます。でドアミラーもやっぱり同じ薄いガンメタっぽい色だったんでなしグロスブラックでもミニってなんかボディ同色と白と黒とって選べるんですけど、はい、結構こう車高こう低く見えるんで、うん、黒の人気は結構あるんですよね、はい、ということでこうボディもそうだし、はい、屋根もミラーもラッピングされて、はい、もう詳しい人じゃないと GP ってわからない、分からないエクステリアになってるという、はい、そして早速足元行きましょうか、はい、こちらの GP にはめたホイールがこちらでございます、はい、ロティフォーム KB1 KB1 ですね。これあのいろいろ突っ込みどころがすごいですけど、はい、さっき話の出てた、はい、まず白っていうところ、白いホイールがめっちゃ似合ういややっぱりもうこの組み合わせをやりたかったんです。とにかく青と白、なんか白ホイールがやっぱり今マイブームですからね、はい、なんかすごい可愛いしポップだし、はい、すごいレーシーな感じもあるっていう、そうですね。白ホイールにすることでなんかこの車も若干ラリーカーみたいな雰囲気、もうこういうのが、ね、お客さんめちゃくちゃ好きなんですよ。もうレーシングカーとかラリーカーみたいなのが大好きな方なんで、まあ、結構いい感じでハマったと思います、まあ、ミニで純正で白いホイールがオプションだったりするぐらいなんで、はい、もう似合わないはずがない、うん、っていうところなんですけど、そうですね、外装こんなにまるっと変えてもめちゃくちゃかっこいい、はい、そしてホイールの方が KB1 ってことなんですけど、はい、KB 何の KB だか知ってますか？ケンブロック。正解です。知ってます、はい、あの残念ながらなくなってしまいました、ね、はい、そのケンブロックプロデュースのホイールなんですよね。だからもうエクストリームスポーツ感がもう満載の王道というか、往年のこの6本スポークに、ね、このデザインもなかなか難しいですよね、普通に履こうと思ったら。確かに。だからもう車高はなんか中途半端な車高だと絶対似合わないし、だからもうやっぱ低めな車高でパンパンじゃないとこのホイールのデザイン成立しないと思うんです。だからこのスポークの太さとなんかこの出てるんですよ、はい、出てます、この立体感と、はい、だからなかなか組み合わせる車難しいかもしれないですけど、はい、しっかりこの辺が、はい、でこれサイズは19インチですね。あ、19、はい、もう限界サイズです。限界サイズです。オプションでも18までしかないじゃないかな。そうですね、限界突破の19ということで、はい、若干だけでかくなっちゃうんだよね。そうです。ただあの本当に気持ちだし、はい、あの車が大きくなってってるじゃないですか、歴代ミニって、はい、けどタイヤサイズって全部一緒なんだよね。一緒ですね。そう、だからどんどんタイヤがちっちゃく見える。
で実際 GP3 とか現行の F 型だと19ぐらいがやっぱりバランスよく見えるということで、こちらが、はい、ら GP なんでやっぱりフェンダーがちょっと広いんですよね、普通のミニに比べて。だから19インチ、そう、今まで普通のクーパーアイスとかに19インチはめようと思うと、ね、それこそキャンバー寝かしてタイヤ引っ張ってでねじ込む感じだったじゃないですか。だけど GP はもう普通にすっぽり入っちゃうんで。確かに、はい、もうこのだから今回もミシュランにして。あ、なるほど、はい、だからこんな感じで履いてても全然つらつらというか、はい、ぴったんこではまってる感じですね。確かにこう引っ張って無理くり履いてると、はい、まあ、キャンバーだったりとかちょっと若者感というか、うんうん、なんかこう出ちゃうけど、はい、それがなくしっかり収まってると。これがまたあの走れる雰囲気やっていいですね。これかっこいいね、はい、なんかこれをだから足車で使ってるっていうのはめちゃくちゃかっこいいな、うん、贅沢。そしてもう一個気づきました、はい、ですね、キャリパーが、はい、キャリパーですこれはさすがにラッピングじゃないんだよね。これはさすがに塗ってます。熱が入るんでフィルムが使えないということで、はい、フィルムと同じ色で塗ってます。色に塗ってる、はい、ただロゴはちゃんとやりました。ジョン・クーパーワークス、ジョン・クーパーワークス再現しました。あの知らない人が見たらわけがわかんないです。いやだってなんかロゴブレンボでもないし、確かに、うん、だから、まあ、ここはジョン・クーパーのロゴしかないかなと思って。で色もね、この色しかないですよね。やってるけどやってないみたいな、はい、もう純正なのこれ、何いじってるのわけわかんないみたいな、はい、そんな感じの本当に絶妙なニュアンスになってると、はい、そしてあとは車高の方もしっかり下がってます、はい、これをカーベイのバージョン3で。なるほど、はい、しっかり下がってます。もともと GP3 なんでスペシャルな足回りついて車高も下がり低いですけども、さらにそこから下げてあると、はい、これかっこいいね。これかっこいいですよね。でこのフェンダーと、はい、これ純正ですもんね。純正です、はい、でこのシリアル入れのフェンダー、はい、これウッチー、これ素材何でできてるか知ってる？え、カーボンじゃない？カーボンなんだけど、そのカーボンどっから持ってきてるか知ってる？知らない。これ i3 とか i8 の端材で作ってるんですよ。あ、そうなんだ。そう、へー。 i3 とか i8 ってこう最初の段階で出た電気自動車で、もうフルカーボンボディ で、はい、でそこで出た端材をリサイクルして作った。へー。で、まあ多分コピーだったりとか防止用に全部シリアルが入ってるということで、はいはい、もうこれだけでも多分パーツで出ないんですけど、うん、パーツ補修用で取ったとしても相当な金額。へえ、はい、そうなんだ初めてこんなにいじり倒して、そうなんだその背景は全然知らないです。最終的にはでもすごいかっこいいものが完成してるなということ で、はいはい、でこのフェンダーついてて、はい、こうなってるのここも全部ラッピングされてるということで、はい、ラッピングです、まあ、もちろん全部分解して今回施工させていただいてる、はい、であとはフロントにもこうちょっとしたリップと、そうですね、あとサイドにもリップついてますけど、はい、これはそれフロントはネクストイノベーションのリップが、これネクストイノベーションなんだ、はい、ちょっと厚い、そんなことないのかな、ちょっと厚いですかね。まあなんかそのちょっとアクセントになっていいですよね、でかすぎず、確かに、はい、あとこうミニってこのダクトが結構下についてるんで、うんうん、強調されちゃうんですけど、下つないであげるとそうですね、ラインがちゃんと回っていいと思います。すごい自然な感じで、今気づきました、はい、あのスリプロがついてますしっかりね、はいはい、まあ、要は硬いゴムの、はい、スリ防止のやつがあるんですよね。大丈夫です、それつけてるんで、まあ、低いところで万が一の場合でも大丈夫、はい、そしてサイドはこれはジオミック、そうです、ジオミックです。あの日本のミニチューナー、そうです、ジオミックのサイドスカート、まあ、ちょっとなんかサイドにアクセントが欲しいということで、まあ、これだったらまあラインもつながるし、でそのもともとマットブラックのサイドスカートのこの先端だけはグロスブラックにして、あ、そうなんだ、はい、塗り分けてるんだ、塗り分けて色アクセント入れてます。絶妙、はい、ドアハンドルなんかもしっかり黒かったり、この辺も黒かったりとか、はい、まあ、これなんか標準で黒かったんで、あれ GP ってそうだっけな、そう GP は、ね、標準で黒いんです。モールもなんか、なんかベルトラインとかって言って、ね、はい、これも確か後から出たやつ、ね、そうオプションで取ったりして変えたりもするんですけど、はい、もうこの辺も徹底されてる、うん、なってます。そしてリアに関しても、はい、これデズラはこれ前後とも、スペーサー入れてます、スペーサー前後で変えて、変えてないです、あ、変えてない、変えてないです。でもなんかちょうどいい感じ、はい、だいたいリアのマルチリンクだからこうキャンバーつきやすくなって引っ込んじゃったりしますけど、ね、はい、まあ、ちょっとタイヤ当たるみたいですけどね、はい、気にしないですよ、とんでもないことしょうがないですよ。ミニってあのインナーがのプラスチックで柔らかいやつだったりするんで、はい、割とこう、いやでもね、これはなんかそのカーボンでなんかもうそこに当たってんの、そう、もう削れないお客さんもまあしょうがないってもう歴代そういう改造車乗ってきてるから、はい、そうもう全然免疫があるということ で、すごく助かります。後ろもしっかり、はい、そして後ろのキャリパーも片押しですけど、そうですね、ちゃんと塗ってあります、しっかり塗ってるということで、はい、隙ないね、うん、ないですよ。だからこれ総額めちゃくちゃお金かかってるな。そうですね、結構かかってますね
そして後ろに行くと、はい、GP なんで、はい、テールランプが最初からスモークのテールランプになってたりとか、はい、あとはこのウィングですよ。そうですね、ウィングも、ね、中は赤かったんですけど塗ってやりました。あ、これ塗ってるんだ。塗ってます。そっか、はい、本来ここが赤いんですけど今回全部分解してるってことじゃん。なんかすごく大変だったみたいですよ。でしょ聞いたことないよ。そう、あのボンドボディからなんかこれマスキングでなんかバラすのがすごい大変だって言われて、でマスキングでできんすかって言ったらマスキングでもできないんで、じゃあ無理でしょ、だって内側だって塗装色ムラになっちゃうじゃん。じゃあ頑張ってくださいっつって本当にやってもらいました。もう多分やってもらえないから。そう、でもおかしいですよね。だってこのルーフもここまでガンメタできて、ここから赤いんで、なんかそれもなんかどうなのと思って。確かに、はい、というわけでここめちゃくちゃ大変ですけど塗ってあります。で外側はラッピングで、はい、ラッピングです。でこのへこんでるところもしっかりラッピングで、そうですね、元々本当は GP の赤いステッカーが貼ってあったんですよね。それ剥がして全部ラッピングしてると、はい、すごいね、うん、すごいです。でもう一個気づいたのは、はい、GP ってこれついてるのよ。これそう、これも僕最初社外品だと思ってて、純正なのか。そうで、お客さんに剥がしていいですかって言ったら、ダメだよそれ純正だからって言って、いらないでしょって言って、ダメだよってこれちゃんと空力計算されてこうなってるんだ、ね、そう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 。でやっぱラッピングした時も一回剥がさないとでしょ。そう、剥がさないといけないです。でこれこれいるんですかって言うから、これなんかでもお客さんすげえこだわってんすよって言って新品取り直してまた貼ってます。そうなんだ、はい、だよね。これだって剥がしたらもう一回剥がしたら使えないんで、糊も、はい、糊っていうか両面も入ってるけど多分使えなくなる。本当だから社外品でなんか適当に貼ってあるのかなと思って、お客さんのこれ剥がしちゃっていいですかなんて言ってダメダメだよとかですげえ止められました。これだからこれもう完成形すら完成形を見たらそんなこう努力が想像すらできないけど、分かんないです、めちゃくちゃやってあるということで、はい、で他にも本当に各部黒くなってるし、はい、GP なんで最初からリアのこのディフューザーもかっこいいと、はい、そうですね。そしてマフラーもしっかり変わってると、はい、もうマフラーは絶対買えますからね。もちろん限定車なんで、はい、スペシャルなマフラーついてるじゃないですか、はい、ジョン・クーパーワークスの。それも変えちゃうということで、変えちゃいます。でこれカーボンテールのレムスのやつですね、はい、でも初めて知ったけど GP とジョン・クーパーでまたマフラー違うんですね。あ、そうなんだ。違うんす。え、なんで。そのなんかね形状違うんですよ。あ、そうなんだ。だからジョン・クーパーのマフラーをそのままつけようと思ったらつかない。あ、そうなんだ。 GP 用っていうのもあるんですよ、ちゃんと。知らなかった、はい、長さがちょっと違うってことですか。うーん、なんか何が違うんですかね、分かんないけど。あともしかしたら下回りの補強が入ってるから、まあ、もしかしたらその辺があるのかな。その辺が多分あるんだと思います。じゃあ今回ノウハウが得られたということで、はい、GP のマフラー交換もできちゃうという、はい、じゃあ続いて内装、はい、もう外装がこれだけあってあるんで、はい、内装手つかずなはずがないんですけども、予想通りです、はい、ご覧ください。やべえですね、これなんで僕がやべえって言ってるかっていうと、はい、このインサートでこのレカロシートの値段入れときますえぐい。レカロシート結構ミニと相性よくって、はい、まあ、こうミニってこうシートにあんまり複雑な機構がついてないんで、はい、結構交換するケースなんかもあるんですけど、さすが、ね、にこの SPX レカロ最上位モデルを2脚入れるっていうのは7年間ぐらいミニの専門店で働かせていただきましたけど、はい、1回もないですだって2脚で中古のミニ買えるよ、多分。買えますね、安いやつだったら買えますね。それを入れる、はい、買えちゃうんですよ。でさすがにここに関しては赤はこう省けない、うん、そうですね。ということで、はい、このシートベルトのカラーにも合ってますけど、はい、赤いラインの入ったこの SPX、 まあなんかもう外が青なんで、まあ、中に赤がちょっとこう差し色的な感じで入るのは、まあ、ありなのかなと。なるほど、まあ、まあ別で分かれてますからね。そして GP なんで当然2人乗りですし、リアに関してはターバーも入ってますし、はい、そしてあ、シフトノブとかも赤足してある。あ、シフトじゃない、サイドブレーキ。あ、そう、これはなんか純正の。そしてメーターもなんか追加されてるということで、はい、デュエルのフロック、人気商品、はい、この後付け感をあんまり出さずにつけられるということ で、じゃあこれは定番のブースト系と水温系かな。確かなんかこれでもメーター、このデュエルのフロックのケースも僕があんまり知らないで頼んだメーターとフロックの系が全然違くて、すんげー加工したんですすんげー加工しました普通入んないんだ。そう、つけたいメーターがつけられなくて、つけたいメーターとフロックが合わなくて、もうすんごい削って加工しました。メーターもパイ数があるからサイズが微妙に違ったりしますけども、はい、まあ、その辺なんか苦労して今回つけてあると、はい、で GP なんで内装もスペシャルで、パドルがこう、はい、金属 3D プリンターで出力したパドルになってたりとか、ね、まあ、このスペシャルな内装でさらにカスタマイズを施したと
こんな感じになってます、はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、あのいいですか。はい、どうぞ。気になる車があります。何でしょう。こっちです似た仕様がもう一台ありますね、はい、何か同じ匂いを感じる、同じ匂いを感じる車がもう一台あるんだ。まさかのオーナー様の前に乗ってた、以前に乗ってた車ということ で、はい、こっちからこっちに乗り、そうです。こっちもとんでもカラーになって、はい、あのちらっと見えますけども、はい、ジャングルジムまでついてる。そうなんですよね。もうさっきと行かないですよ、全然全然行かないんですよ。だけどロールゲージ入れたいっていうので、こっちはロールゲージ入れた。めちゃくちゃ遊んでますね。遊んでますね。で、あの先輩乗り、はあ、大好きですということで、こちら今現在商品車として、はい、そうですね、いただいてますので、まあ、機会があれば別の動画でお届けしたいと思います、はい、で、もうミニもガラッと変えてかっこよくなんかもできますので、はい、ぜひぜひボンド東京にご登録ください、はい、というわけで各種 SNS のフォローとボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Now I wake up with a